昭和の車が大好きだ始まるガレージインパクト香川直哉です。はい、おはようございます。暑くなってきましたね。ちょっと半袖か悩んだんですけど、まあちょっとまだそこまで勇気がなかったということで、はい、本日は佐賀県に、向かおうと思っております。思っておりますよね、向かっております。そうですね、3時間半ぐらいを、片道予定しております。伴走者で岩ちゃんがちっちゃくね、すげえ距離取ってるんですよ。初めて乗る積載、ちょっと昨日借りたやつなんで、はい、あーでっけえ、うおー借りたった借りた、いや鍋がね、なんか車両部を作るっつって千葉まで走ったんです明日買い取りが入ったんで乗るのがなくて、ゴー君に頼んで、あやっぱ違うな、明日はこれで大物を買い取りに行きます。これとこれで、2台で行きます。明日は、はい、緊張してますね。岩尾さんが珍しく、まあ、うちあの渡辺運輸がですね、あの開業しまして、なんかあちこち行ってますから、渡辺文雄がですね、積載車不足なんですよ。はい。で、昨日あの積載車借りたら初めて乗るタイプの、ちょっと大きいやつみたいでね、緊張しております。はい。ということで今日は、箱スカ、45年式。いいですね。前期ですね。しかも、フルノーマルらしいんですよ。そちらをですね、査定しに。と思います。今日も一日よろしくお願いいたします。近くなってまいりました。ありがとうございます、ありがとうございます。よしよし、ありがとうございます、ありがとうございます。どうぞ、すいません、ありがとうございます。いただ私もちょっと今日はです、はい、あの饅頭をいただきました。饅頭にせんべいを返します。はい。ちょっとあの、密閉もんじゃないんですけど、はい。せんべいとです。菊屋のですね、はい、何でしたっけ、文吾、手焼きせんべいってやつです。はい。よろしく、はい、あと、ステッカーと、名刺でございます。あ、ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。はい。今日はよろしくお願いします。はい。こちらこそ。ありがとうございます。はい。はい、ご指名ありがとうございます。はい。テレ屋さんなんで、出れないということで。イノシシ年ですよ。ああ、イノシシで同じ。喋って大丈夫です。ああ。はい。本日の査定のお車は、こちら！はい。こちら、オーナー様、箱スカ45年式ですね。はい。前期。前期の4枚。はい。はい。ほぼフルノーマルじゃないですか。車高だけちょっと、はい、落ちてる。ああ、車高だけちょっと落ちてるんですね、はい。で、外観はもうほとんどフルノーマルと。はい。いうところで、こちらの査定をいただきました。はい。ありがとうございます。見た目にかなり大切にされてるように見受けられるんですが。はい。まあ、どうしてまた手放そうと思ったんですか？はい。家族のために少し。あ。はい。協力をしようということで。そういうことですね。はい。いろいろとセールスポイントがあると思うんですよ。はい。まあ、わかる範囲でいいので、まあ、こここうだよとか、まあ、45年の車は。こうだよとか、ちょっと教えていただけると。アンチモニの一体グリルですね。はい。アンチ、なんていうの？モニです、ね。アンチモニって素材ですね。はい。ですね。はい。だから、あの、リプロ品じゃないよっていうことですよね。リプロはプラスチックですね。そうですね。はい。で、こういうなんか構造が違いますしね。はい。はい。サビの出特権がわかるでしょ？あの、そうですね。はい。はい。合金のサビの。はい。はい。アンチモニというそうです。俗に言う4号グリルってやつですね。はい。はい、と、あの、コンビネーションランプの、はい。あ、下の、こちら。その縁取りですね。あ、ここ、ああ、本当ですね。違いますね。44年の、はい。と45年の前期には、はい。ついてったり、ついてなかったりするらしいです。あ、この、こう、くぼみ。あの、その縁の。縁の。はい。これですね。あ、これですね。はあ、はあははあ、なるほど。おー、本当ですね。そういえばなかったね、この前あったやつ。ですね。
なかったし、このウインカーの形が違ったよね。はい。ああ。ペタンってなんか垂直に切れ取るとと切れ取らんとってあるじゃないですか。ほう。後期になるとですね。はい。あの、その縁はもう全くついてないですね。そうですね。はい。あ、横から見るとウインカーの本当厚みが全然違いますね。下の方がこう、太いですね。だからこう。あの、43年、はい、44年のなんか余り物の枠を45年に付けられたというその人の話では、ほー。らしいですけどね。なるほど。じゃあ、45年の中でも、ついてたりついてなかったりしてるのがあるらしいんです。混在してる。新車から。ああ、新車からですね。はい。へえ、勉強になるな。オーバーライダーですね。オーバーライダー、ね。前期でも、はい、ついてるのとついてないのとあるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。はい。45年はこの縁がないんですよね。はい。44とか43年は、なんか縁がついてると。フォグランプの穴のほげとでしょ。あげ、ほげてますね。はい。多分ついてたと思います。はい、中にスイッチがついてるんで、フォグランプ専用のですね。あ、そうなんですね。はい、せんべいミラーですね、はい。はい。こちらもなんか、いい、やれ感がありますね。はい、それがいいですよ。と、このウィンカー。はい。ですね。これも45年。だけですね。これ、先日言ってましたよね。あの、位置が違うよと。あ、46年、その取り付け穴がなんか違うって聞いたんですよ。裏からの。はい。なるほど、なるほど。この鉄鎮もこだわりの鉄鎮なんですよね。こちら。純正でついてたやつですね。トピーですね。はい、トピーって言うんですか？はい。トピー社製です。トピー社製の鉄鎮ホイールですね。1/4。はい。4半ですね。4半。はい。純正ですね。純正。4半なんですね。はい、ああ。このエンブレムもいいやれが出てますね、また。はい。これも前のバンパーと同じ素材でしょうか？アンチモニーのはずです。はい。はい、重かったです。重みがあります、はい。はい。それじゃないと出ませんよね。この適度なやれ感が気持ちがいいですね。はい。これ出せませんもんね。はい。綺麗にすることはできても、こう、ちょっとこう、やれさせるって難しいんですよね。それと、あ、三角窓もちゃんと開いております。と、メッキ類が。磨き上げられたメッキ類。炭！はい。これ何ですか？後付けステッカーですね。はい。はい、使用済みですか？検査、済証ですね。検査、済証なんですね。はい。はい、はい。昔の、なんか古い車はこれうっすらしたのがありますよね。はい、それとこちら。はい。サーフラインもしっかり。あ、しかも、爪も折れてない。前後とも折れてない。はい。素晴らしい。はぁ。これは後買いなんですか？はい。じゃあ冷房がついてるってことですか？はい。あ、それは後の、じゃあお尋ねしよう。それ当時の冷房。はい。ほー。はい。リアですね。リアのバンパー。こちらもオーバーライダーがついてると。はい。それと、ワンテール。こちらも当時ものですね。はい。傷もないですね。これは、最初からこの状態だったんですか？そうです。はい。ほー。なるほど。これ最初からのアンテナですか？それは、あの、折れてたので、はい。後買いです。あの、リプロメーカーから出てるやつを取り付けております。土台は最初のやつ？土台もそのままもう丸々そのリプロ品。あ、リプロ品なんですね。はい、あ、じゃあここはもう最初折れてなかったんですね。はい。はい。じゃあ内装の方行きたいと思います。はい。はい。内装もいいやれ感が出てますね。こう、ちょっと残念だけど破れては折ると。はい。いうところですね。ちょいちょい破れがあると。はい。いうところですね。はい。で、ダッシュボードも若干、ここに、ちょっと浮きが。これも、これなんか、なるらしいですね。どうしてもなるらしいですね。ここの部分が、はい。つぶつぶのところが、なるらしいですね。シャッター付きの車庫に入れてるんですけど、どうしてもなるらしいですね。なるほど。これ、届いた時からなってたんですか？そうですね、はい。はい。じゃあ、ちょっと、座らせてもらってもいいですか？あ、どうぞ。83キロぐらいありますけど、大丈夫ですか？はい、いい加減でございます。大丈夫ですか？はい。先週ぐらいまで81ぐらいだったんですけどね、最近ちょっと体調が復調して、すくすくと育ってます。はい、ありがとうございます。はい、前期の内装でございます。これメーター類は全部今動く感じですか？はい。はい。動きますね。前期の。この内装が渋いんですよね。それと。時計が動いてるじゃないですか。
はい。ラジオもあります。しかも時間も合ってますよ。すごい。じゃあこの燃料のゲージとか、はい、この辺も全部。はい、大丈夫です。あの、で、ここ。シガレットが、はい、あの、サビで、はい、使えなくなっています。なるほど。はい。赤くなるとこはですね、赤くなるとこが。はい、OK です。東芝製ですね。はい。これはもう最初からってことですね。はい。これも今ガンガン効くということで。いや、で、ワンシーズンでガスが抜けます。あ、でも作動はするわけですよね。はい、はい。まあ、微妙にガスが漏れてるというところですね。後ろの座席は割とコンディションいいですね。そうですね。あんまり人乗った感じじゃないですね。うん、ここがちょっと破れてるのかなっていうぐらいで、はい。はい。で、ボードもしっかりありますというところでございます。内張りのこの部分が違うんですね。はい。はい。はい、どうぞお使いください。はい。45年。はい。前期型ですね。はい。模様ですね。はい。これ。はい。これですね。はい。これが米粒が、はい、あっていうんですかね、はい。はい。以上です。はい。で、46年からは氷炭になっているということですね。はい。はい。ありがとうございます。あ、はい、それでわざわざ加工せずに残しているという感じですね。表皮がないらしいんです。そうですね。はい、これ表皮ないですもんね。ぽいやつはなんか売ってるんですけど、はい、ないですもんね。これ、所有してどのくらいになる ?6 年。6年、はい、でも、サコスカに強い思いがあるって伺ってたんですけど。これで3代目っすね。46年の4枚。4枚。はい。46年の4枚。4枚。45年の4枚です。はい、4枚好きなんですね。はい。スカイラインは4枚です。スカイラインは4枚。あ、強い言葉をいただきました。なんと。どうすか、岩尾さん。初めてください、僕。ノーマルキャブ。これですか。カタツムリが。大体スラックスですもんね。大体そうですね。はい。これシングルキャブってやつですね。そうですね。はい。集合されてますね。初めて見た。L20 のノーマルエンジン。はい。はぁ。すげえ。初めて見た。うん、うん。で、こちらに、クーラーのコンプレッサーもついて。いいですね。あ、見て、岩ちゃん。タコ足がノーマルで。ノーマルですね。うん。やれてますね、タコ足も。綺麗ですよね。綺麗ですね。これ、おろして塗ったんですかね。多分おろして塗ってあると思います。そうですね。綺麗ですもんね、根元のとこまで。で、点火系はちょっと強化してるんですか？亀槍って書いてある。ね、はい、点火系の強化のみで。はい、やり替えてます。はあ、こちらなんかラジエーターも何か、なんか。漏れがあったんで修理してます。はあはあ、はい。で、ラジエーター修理済みというところで。どっちか。はい、おおートランク開きました。アドバンアドバン入ってるじゃないですか。スペアですね。はい、スペアがアドバン。これ、当時物じゃないですか。おそらく。もらいもんですけど。もらいもんですが、当時物14インチですね、はい。いいですね。カローラとかなんか71系についてた感じがしますね。はい。トランクも綺麗ですよ。はい。タンクも。タンクこれやり替えたんですか？いや。何もしてません。あ、してないですか？タンク綺麗ですね。はい。本当っすね。はい。タンク偉い綺麗ですね。はい。え、どうしたんですか？これですか？これなんですか？これ。ジャッキー。あ、すげえ、めっちゃうまいな。うーわー。これジャッキーなんですか？前期型だけのジャッキーって聞いてます。へぇー。てか。すげえ。これどうやって使うんやろ。前期の4枚には水抜き穴があるんですね。はい。これ46年はないって聞いてます。あ、はい。なるほど。まあ、乗り比べた男が言うから間違いないでしょ。しかもこれ右だけですか？左もあるんですか？いや、そっちだけです。あ、右だけなんですか？はい、不思議。おー。前期は、はい、45度の角度っていうか、はぁ。角度ですよ。はぁ。そういう違いもあるんだ。ガラスは当時ものですね。全部日産の刻印入ってますもんね。はい。入ってます。全部入ってます、はい。フロントも。は、しっかり入ってます。フロントがね、
違っちゃったりするの多いのよ。うん。うん、なんか中華製の、三何とかとか書いてある。割れちゃったりとか。割れ、やっぱフロントはね、割れちゃうから。はい。じゃあちょっと、よろしいですか？査定に移って。それでは、旧車、査定ボーン！シャイーン！ 2 号カモン！あれ？2号カモン！はい。ではちょっと、オーナー様に残念なお知らせがあります。2号が査定が厳しいんです。2号が。はい。はい。1号は結構あの、ノリで行っちゃうタイプ。はい。はい、2号は、厳しかですよ。はい。はい。こんな厳しか男が、ね、世の中におるのかっていうぐらい、激渋査定をいつもしてますからね。はい。これなんか一回ブレーキオイルかなんか漏れたんですかね。で、ここ、色が違うとですね。ああ、そうだね。ですね。本当やね。ですね。本当？綺麗ですね、うん。オイル漏れもないですね。全然。にじみぐらいですね。オイルパンとこですね。査定アップポイントですね。このオリジナル性の高さ。徹底的に当たってない感じですね。フェンダーとかですね。はい。こだわりですね。当時感を出してるんですね。で、ショックとか抜けてたので、なんか強化的なものに変わってるんですね。これもあれですよね。タンクカバーももともとないような。腐りました。ネジの取り付けのとこからポロッと。ああ、なるほどですね。もろいですもんね、あれ。どこまでフルレストは知ってんのかが。まあ、結構奥まで。綺麗よ、これ。ああ、塗っちゃうんすね、やっぱ。泣きどころ、綺麗。ありますね。大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい。腐食はないです。腐食ないですね。うん。綺麗ですね。はい。大丈夫ですか？はい。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと、車的な、はい、大丈夫やったんで、ちょうどいいテストコースがぐるっとあるので、はい、横乗りで、お願いします。エンジンもスッとかかりますね。はい、はい、冬場かかりづらいとかあるんですか？いや、そんなにないですね。はい、感じたことはないですね。なるほど。で、今が純正4速ですね。はい、はい、はあ、なんか純正ってこんな音やったんですね。はい、はあ、なんかタクシーの音が立ってます。なんか小さい頃タクシー、そうですね、昔のタクシーの音がしますね。はあ、いいですね。最高な道じゃないですか。ハンドルも当時のものですよね、これ。はい。はあ、ちなみにあのホーンってどんな音するんですか？おー、いいですね。最高ですね。純正ですね。純正ですね。これで一番遠くまではどこまで行かれました？これで一番遠くは文豪のですよ。あ、文豪の？はい、あ、我々の地元。はい。あー、なるほど、なるほど。そこまで遠くまでは、はい、そうですね、はい。ここのルアー配属ないですね、はい、されてないですね、はい、お子さんとかもこれ、いや、乗ったことはないですね。乗ったことないんですか？はい。お子さんは興味がない？はい、はい、トスカに、家にあるのに、はい、全くです、はい、あ、どうぞ。オン、おー、あ、それがオンですね。で、風量はこっちで調整するんですか？これがあの、はい、冷たい度合い。あ、
冷たい度合い、こうやったら暖かくなる。いや、冷たいです。冷たい糖が1か10かって。ああ、そんな感じで、はい、10になればなるほどどんどん冷たくなる。値段を、はい、まあ、お電話で話させてもらったんですけど、はい、何もかも一切合切、はい、込みで、はい、もうできたら我々はあっちまで、はい、も全部入れてですね、状態とかを見て、はい、はい、そうですね、はい、とプラス、まあ、交渉成立でよろしいですか。はい、よろしくお願いします、はい、本当にいいですか。はい、あ、 まだ言った方がよかったとかな。いや、ダメですありがとうございます。じゃあ我々が引き取って帰りますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、ありがとうございます。あ、お、待てよ自分の選んでるいやいやいや、じゃあこっち、これいいと思うよ。それいいと思う。へえ、自動なんや、自動なんや。ああ、なるほど。おらい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 。おらい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 。おーおーおお、なるほど。はい、おお、完璧。上に乗ってもかっこいいですね。ええー。このなんか、ノーマルがいいですね。OK です。すいません。ありがとうございました。じゃあ、連れて帰りますんで。はい、ありがとうございました。すいません。失礼します。ありがとうございました。よーし。連れて帰ろう。以上、箱スカ4号ですよ。フルローマル買取編でございました。はい、ですね、しっかり安全運転で帰ろうと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また来てね。じゃあねー。最高。今日のうまインパクトは、佐賀といえば、いでちゃんぽん。佐賀はですね、いでちゃんぽん発祥の地でございます。ちょっと、いわちゃん連れてきたかったんやけど、入り口が狭くて、かわいそうに。いわちゃんかわいそう。いわちゃんの分も食べて帰るよ。はい、はい、どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、来ましたよ。この湯気見て。はい。行きますよ。あか、おいしそう。ありがとうございます。はい。大盛り、ありがとうございます。波でこれですからね。じゃあ、手を合わせてください。いただきます。はい。いで。久しぶりやわ。あ、おいしい。いでちゃんぽんうまい。勝手に扇風機が冷ましてくれる。うん。あ、おいしい。うん。ちゃんぽん美味しいなぁ。ちょっとカツ丼行こう。カツ丼もりもり。いただきます。ここ。美味しい。カツ丼の方も美味しいなぁ。すごいですね。こういうとこ美味しい。うわ。
あったまるー。はい、どうも。はい、いただきます。うまっ、おいしい。唐揚げと餃子をドッキングさせます。はい、オッケーです。これも準備完了。はいはいはい、うん、免疫力アップするわ。だいぶ餃子を、うん、あ、結構効いてますね餃子。あ、美味しい。唐揚げ、揚げたて。おいしい。ちゃんぽん用醤油だれってすごいよね。おいしい。いでちゃんぽん。どう？いでちゃんぽん。佐賀を中心に10店舗ぐらいある。で、具がケチケチしてないよね。大切。ちゃんぽんだれ入れます。2回目の味。どれどれ。お、また味がちょっと変わりましたね。うん、それで気づいたけどお腹空いちゃうわ。朝から出っ放しで夕方ですからね。あれやわ、なんか、イベント仕方ねえな、みたいな感じで魚介を入れてるタイプじゃない。確かに。もう潔く、スパーンと取ってるね。その代わり入ってる具はしっかり入れてる。潔さが大切なんですよ。決断が早いっていうのが大切なんです。おいしい。ああ、なんかあっという間やったな。もう一周売れたのも。うんま、こんな美味しかったかな。大分にもあるんよ。姉ちゃんも。本場は違うんじゃないですか。うん。本場はちゃうね。なんすかこの、具がなくなった頃に見つけた味変グッズ。これ美味しそう。少し。ゆず胡椒っぽい。で、これがまたこの手作り感が、これこの店オリジナルかもしれん。具はないけど、味を変化させて。ゆず胡椒。これは来るね。から、ちゃんぽんゆず胡椒合うんや。これは来る。うまい。はい。
うぅ。いでちゃんぽんさんのカツ丼とちゃんぽん、あと、唐揚げ、餃子、ごめんぱくと、ごちそうさまでした。はぁ、美味しい。あと、店員さんがとてもスマイリーで、よかったです。やっぱ最初のスマイルって大切よね。もう、美味しい。そっち、むーっちなる。そっからの美味しいはもう脳天超えてくるから、ね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。残り約200キロ頑張ります。今日はやめちゃ玉露入りでございます。朝の玉露はうめえぜ。お土産をいただきましたですね。炭の紙も上等。重い。はあ、あ、これいい。見て、ナイス大きさや。くるみみたい。はい、いただきます。あ、これは贅沢な。あんこ好きにはたまらない薄皮のまんじゅうでございます。うん、おいしい。岩田さんどうですか朝の。まあこれおいしい、久々においしい。もうおいしい。あの高級なもみじまんじゅうあるやん、あれとこう肩を並べてる感じ。うん、おいしい。おいしいわ。疲れてますからね。疲れてますよ。やっぱりこう血糖値朝上げないとね。おいしい。これお茶がまたおいしいですよね。お茶がね、コストコの玉露うまいですよ。コストコの、うん、な、おいしい。まあまあ、夏目も変わるす。もうやんばこれ、どんどんいくわ。これ、おいしいね。はい、アワビ屋さんですね。小炉まんじゅう、ありがとうございました。うまいインパクト。はい、今日も一日頑張ります。ありがとうございます。